スの敗因、判明する。ブンデスリーガは日本を育てすぎた。イヤホンもこれやろ。これだに。ガチで間違ってないんだよな、これ笑い。これに尽きる。ブンデスリーガ移籍足のきっかけになった新次香川は活躍しすぎた。南アフリカワールドカップから日本は格変と化したけど、その最たる要因は間違いなくブンデスリーガ。俺たちはブンデスリーガにもっと感謝しないといけない。いろいろとドイツありがとうやな。本当に個人的には日本サッカー界もここまで来たかと歴史的な感慨深い親善試合だった。恩返しですよ。恩返しきつすぎ。確かにあんだけ育ててくれて恩返しは、これはきつすぎる。わらわら、今度は J リーグがドイツを育てる番だ。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。